どうもこんにちは、特化軍です。本日は特化軍のラジオチャンネル。そう、私たちは後方支援に支えられている。さあ、ということで、はい、お手紙が届いております。はい、今日のお手紙はですね、こちらでございます。ドドーン。あ、見覚えがある。チョコレートヘイゼルナッツココア。え、ココア、ココアのみのみが届きました。これめちゃくちゃうまいやつじゃないですかね。これ見覚えもある方いらっしゃるかと思いますけども、アメリカ軍の、戦闘糧食の中に入っていたとされるココア、これ過去に飲んだけどめちゃくちゃうまかったですよねって言ってたの、もしかしたら見られてたのかもしれない、ね。もうドリンク史上一番美味しかったのかもしれない。ナチュレーションファクツ。当初これ私読み間違えましてね、ナッツレーションと言ってね、ナッツ入ってんじゃねえかって言いましたけども、うん、成分表だそうで。もう一個ですよね。はい、こちら、うん、ヘーゼルナッツココア。こっちもこんな感じで、ただ触って思ったんですけど、はい、ものすげえ粉の量ですこれもアメリカなんですかね。アメリカですね、英語なんで、はい、こんな感じですね。ダンチャーク今、うんうん、なるほど。こんなにもう、あの、茶色い粉が。いやいや、普通だべ。茶色い粉が。大体、粉の相場は茶色だべ。コーヒーも茶色だしさ。何色だったらその笑いしてるや。白でも笑うしさ。粉だったら。言われな、まだコメントで。何？その薬中ですかみたいな。なんかいねえだろ。でももしかしたら、それでね、テレビ出れるとか、うん、めちゃくちゃ、いやいや、どういう、どういう立ち位置出んの？違いますよって。うん、歴史上の検挙率ナンバーワンの所持って言って。85キロのタイマーをちゃんちゃんち。業者じゃねえかよ。いや、パッパンだわ。あー、あの匂いだ。じゃあ、今、うん、このね、夜間にね、あの部屋のね、こっち側が映ってるんですよね、反射して。あ、やべ。わかんない。なんちゃーく、今、あのうまかった。うわー、いいっすね。濃いんだね、これがまた。ちょっと少なかったわ。いや、こんなもんだと思います。あれ、これいつのでしたっけ？2010年製造だそうです。9年前。まあまあ。まあまあ、4年ぐらいは持ったとして、あとの6年を精神力でこの粉を耐えたのかっていう、どうっすよね。はい、では、こっちもね、濃いめにはしましょうか、アメリカ的な。いやー、いただきます。いただきます。2010年製造のココアだ。大丈夫っしょ。まあ、ただし大抵粉4年ぐらいか。そうなん、長くて。そうなん、うん、粉もまあまあ結構あるか。なんか無限に持つような気がするけどね。4年までは普通、3、4年は普通の賞味期限、おそらく2013年4年、そっから、5年経っております。ただ気持ちの問題よ。あとはもうそう、 こっちの粉の気持ちの問題気持ち、気持ちあれば持って、あのあるじゃん、植物とかにほら声かけると、あのほら、あの元気やんじゃなくて、まあ生きてっからな、あれ時間あったよな、あれな、音楽聴かせたらそう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 、そう、はい、どうだったのあれ。暴言動画吐くと枯れんだった。本当に本当なの、うん、あー、わかんない、そういう実験あったよな。今はあんま聞かねえけどな。音の波長って音、いいことを言うと、じゃあじゃあガンバイドがなんか皮なんか綺麗だねみたいな、この植物に言うと、はい、もうピンピン、本当で、なんか暴言バカとか植物に言うと、もうマジで真っ黒ってっていうのが、うん、結構昔になってきました。じゃあこう朝とかこうやって例えばこう髪の毛とかスタイリングしてる時に、いやーすごい今日はいいよ、いやそれ自分じゃんね、いやこの毛根に向かって、か一緒か、はあ今日も生えてる、いいよいいよって言うと、ブワー言うわ言うわ、シャンプーしながら言うわもしかしたら言って願った、そういえば佐藤さんもしかしたら暴言吐いてたんじゃないの。ああの全然ダメじゃん、そういうとこだよ、こういうとこダメなんだよね、わかる、もうこういう癖もうよくないよ、そういうの。あ、そっか。ビシビシ。いいよって言えばいいのか。そう、褒めていかないと。いよいよ。来てる人、今日も、今日も。謝っとくからだよ。謝っとくから。あの時はなんかごめんな。あの時ごめんな。今、これから頑張っていこう。これから頑張ろう。監督だ。もうちょっとみんな、あの、前にオーバーラップしてきてる。ちょっと守備的すぎる。前に来い、前に来い。どうする全員前に来いって言ってる。いや、その方がいいわ。その方がいい。あ、そう。ここのやつが全部こっち来た方がいい。あ、そう。グッて。うん。オーバーラップ。ネクテもいいもん。ソルモンこうした。あ、そうなんだ。うん、今かけるよ。よう頑張った、よう頑張った。今日卒業だ。うん。よし。いただきます。めっ。すんげえ濃い。こっちね、
濃く感じない。もしかしたらちょっと全然変な味はしないけど、うん、前よりあっさりしてる。ナッツなのかな。ナッツのこの香りがすごいですね、うん、ナッツのこの香ばしい香りにこうチョコレートのねとミルクだよね。ココアだからさ、このコクのある感じとこのナッツの脂っこいこのまったりとした感じ、脂っこい感じするこう合わさってね、カロリーまあカロリーそうそう、ただのココアよりねこのナッツの脂っこさが入ってね、さらにこう深く感うめえ。タピオカの次これだな。うん、マジそれマジそれ、ヘーゼルナッツココア屋さん、うん、タピオカってだって言ったらさ、あれ結構昔からあったもんね、うん、最近流行りなのでかくてさ、あの黒糖とか入ってるのね、はあ、ブリンってしてなんかもちもちしてんだけどさ、今のこんなもんなんだで、グランデや、うん、いやグランデなの、そんな飲むっていうぐらいこんなんで、ストローなんかもあれだ、あるの本当筋肉マンの筋肉マンのミイラマンだっけなんだっけ、ぐるぐる敵を巻いてこうやってストローさしてチューチュー吸ってさ、うん、ミイラを作っちゃうっていう、あれぐらいなんだで、まあそうじゃないと青年だな、ポポ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 ポンって腹いっぺなのな、マッチもそうだよ、しかも価格800円のタッフ800円のすんの、はあ、感覚が違うね、いちごミルクブラックタピオカみたいな、ポン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 、いやなんならあれなんですよ、たまたまですけど僕の住んでるところの道向かいにあのなんかできたっぽいんですよ、めちゃくちゃ並んでて、最近よく見るんだよ、新しくできてる、そうこんないっぱいみたい な月に1回飲んでいいかどうかな、なんか持ってるなっていうね、あのその分ご飯食べないじゃない、ああよくは、いや栄養的に、うん、ご飯大丈夫ですみたいな、あのお腹いっぱいってなるから、ね、ほんと軽い食べ物、菓子パンみたいな100円じゃん、あれ菓子パンとか、その分をタピオカもう俺らだったら逆じゃん、もう、うん、炭水化物に持っていくじゃん、牛丼とかね、牛丼とか、うん、であと水じゃん、うん、腹にね逆にね、可愛いんだろうな、うまいけどね、あの並びを見るとなんか結構お金持ちだなってちょっと思ってしまったりもする、うん、ゴールデンウィークやばかった、こんなにいるみたいな、うん、ラーメン食えるだよ、あそうだな、うん、そうそう、まあまあいいラーメンな、800円な、あすごいすごい、美味しいけどね、俺もちょっと飲んどかないとな、1回ぐらい、美味しいけどねとか言ってね、うん、まあ僕の出してるかき氷も1000円ぐらいしますけどね、まあ、それはあれじゃないの、その玄関が結構いいやつ使ってる、もちろんもちろんもちろんしてます、うん、あのデザートにね、もうまあそうかね、1000円はちょっといいよ、全然こな、いやなんか作るから、全然割り引きさ、全然作るからさ、いや氷だべ、いやいやもう氷もまた高め、超高いのよ、天然氷、どこの氷よ、日光ですね、日光だったり栃木すか、うん、日光だったり日光でやる氷と、あと八ツ吉っていうところもあるんですよ、あの天然氷屋さんが何個かあるの、何年が次元だ、8個ぐらいあるのかな、関東で何月が、うん、ね、俺氷クイズやら、でもどこの氷が言えねえぞ、多分どこの氷かは正直難しいと思う、さすがに、ただ、うん、普通の氷と、まあ、天然氷を、まあ、バーンって出したら、まあ、分かるかも、いやでもね難しいのはね、歯も大事なの、 あの削る歯をちゃんと研がずに粗悪な歯で天然氷削ったら、それはそれで美味しくないから分かんないかも、あふわふわにするやつでしょ、うん、歯も研いでさらに溶かして氷を20分ぐらい放置して溶かすの、あのキンキンに冷凍庫から出したやつ削ると硬すぎて口に入れても、氷ってあれだよ、同じ氷でも温度あるんだよ、知ってた、知らねえ氷だろ、氷は氷だろって、うん、いやだからマイナス1度の氷と、うん、マイナス15度の氷、うん、同じ氷だけど見た目、うんうん、全然温度は入れた瞬間に溶けなきゃいけないから、うん、限りなくもうマイナス1度ぐらいとか0度とかの氷にしたいわけですよ、繊細だな、はい、だからもう1000円だべ、あでも入るもんな、確かにな、あ大丈夫、あの臨時で僕やるんで、佐藤さん並んでもらって、半分でいいわ、500円にし、半分の大きさでいい、もうそれはもうお寿司職人にさ、あ1貫1000円の大トロよ、うん、半分の量でいいから500円でって言えますか、いやいやサイズが違う寿司とさ、はい、1200円ぐらいしますけど、1200、ピザ食えるわ今回前より薄くない？なんかもしかしたらこれ米軍のと似たものがありましたのでって送ってくれたんで、もしかしたら民間用の米軍っぽいのかもね。でも量は多分、ま、あのもんだったと思うよ、あのくびれまで入れたんで、ね、これちょっと薄い気がする、前回めっちゃ濃かったよね、うん、なんだろうこれ、こっち味全然違う、うん、塩入ってます、同じヘーゼルナッツなのに、塩だし甘くてココナッツミルクのような香り
のようになってるね。なんかなヘーゼルナッツの香りこっちの方が全面に来てるかも。うめえ、ココアって感じのガーンという、もうミルク入ってんじゃねえかっていうぐらいの濃さ、うん、これ水で溶いてこのねミルクさを出すってどっちもすげえよな。これでねもう次の流行りはできたな。タピオカの次はココヘーゼルナッツココアだ、間違いねえ。あとは白玉とか乗っけよう。うん、あとはもう写真映えだな。茶色い液体だけだとちょっとあれだから、そうそうそう、ここに白玉があの白いタピオカ、タピオカ乗っかってくっていう結局塩ナッツのあのかき氷っていうのも作ったことありますけどね。うめのかよ、うめ、うめに決まってっぺよ。おめえ何ぼすんの。で、いやでも8号ぐらいさっけさっけすんだって。俺お前めちゃくちゃ、僕ね、かき氷って200円だべ。僕ね、めちゃくちゃ良心的にやってるからね、かき氷。あ、そう、自分が決めてんの値段、うん、それはだって原価計算します。びっくりするぐらいの、僕、原価 かけての、あれだから、うん、あの、いちご一回作ったんですよ。いちごのかき氷、うん。原価計算したの。普通のお店通りのね。2000超えた。売ったら。なんでいちごが高いってこと？いちご高いです。あと、あの、いちごって、あの、いちご入れるじゃん。まあ、ミキサーとかにかけるじゃん。いや、かけなくていい。いやゴロゴロだと口どけが悪いのさ。あ、ゴロゴロはゴロゴロで入れんのよ。あ、ほん、うん、まずベースな、いちごを、まあ、ジャムみたいに茹でる、ミキサーにかけるとかやるのね。砂糖とか入れるとか、そのいちごの入れる量によってまた違うじゃん。いちごってちょっと触れ香りを入れて砂糖入れれば結構あの砂糖水で伸ばしてもいちご味なのね、うん、そこを俺は全部いちごで持ってって、さらにこのミキサーにかけてシロップ作ったところに生いちごも切ってさらに足す。もうあれ、あれでいいよ。何？あの、お祭りであれだぜ。地元のスーパーであれ、あれだぜ。50円で売ってたぞ。やっす今度は。やっすいちご、ブルーハワイ、うん、レモン。実はあれ全部一緒の味なんだっけ？まあまあ、ほぼな。でも、香料は違うと思うけど。いやー、ほんと、次の流行りが来ると思いますよ。はい。ヘゼルナッツココア、美味しかったです、ほんと。ありがとうございます。あ、すんごい濃い。ぜひね、日本でも、あの、スタンダードな飲み物になっていただきたいと思っておりますよ。ヘゼルナッツココア。はい。さすが。米軍の MRE から流行る味がね、もしかしたらあってもいいんじゃないかなと。まあ、もしくはこれまでの MRE からね。MRE から流行ってもいいんじゃないかなと。そのぐらい美味しゅうございました。ありがとうございます。ツイッター、インスタやっております。特化軍で検索フォローお願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。本日はこれまで。それじゃあまた。